皆さんこんにちは、松永製作所企画部の中村です。2020年10月に発売になったグレイスクワシリーズ、今回は強いエンパイのある女性に実際に使ってもらい、セハリ調整による座位姿勢の変化を見てもらいました。今回のご利用者は要介護度3の強いエンパイのある女性、骨盤もかなり後ろに傾いてしまっています。比較的ご自身で座位姿勢を保つことができる方なんですが、上から見るとこのように一般的な車椅子に座ると背中の出っ張った部分が背シートに対して点で当たってしまい、その両側やお尻の後ろには大きな隙間ができて、とても楽に座っている、安定して座っているという状態とは言えませんでした。正面から見ても体が潰れてしまっているのがわかります。そこでグレイスコア、今回は脊柱の変形がかなり大きいということで、セハリ調整のベルトはすべて剥がした状態にして、できる限りお尻を奥までしっかり入れて座ってもらいました。骨盤がかなり後ろに傾いてしまっていたので、一番下のベルトを使って骨盤の後ろ側の支えを作り、臀部サポートベルトでその下側の隙間を埋めていきました。そしてあとは上の方の隙間をベルトを貼って埋めました。その結果、一般的な車椅子に座っていた時と比べてかなり体を起こして座ることができるようになり、比較するとこれぐらいの違いが見られました。手も動かしやすくなったかもしれませんね。そして上から見るとこんな感じ。出っ張っている部分の左右の隙間が埋められて、外側からしっかりと支えられていることがわかります。また正面から見るとこれぐらいの違いが見られました。グレイスコアに座ってもらった方が正面から見ても体が潰れずに起き上がっていることがわかります。松永が目指すところ、それはご利用者の体の大きさや状態に合わせて背シート形状を調整することで、それぞれのご利用者に合った100点の座位姿勢に少しでも近づけるようお役に立ちたい。そしてその方の日常生活の中で一つでもできることを増やし、自分らしい充実した毎日を過ごしてもらいたい。グレイスコアはそんな思いを形にするために生まれました。松永のグレイスコアシリーズ、ぜひともお試しください。